マジか、ハイパー大凶だわ。もう AKM 対 VSS じゃそれは負けるわ。それは4時11分か。なごめん、4時、なごめん、さすごめん、ちょっともう一回、もう一回、もう一回だけ出してくれ、もう一回だけ出してくれ。最後本当にファイナルラスト、ハイパーファイナルラスト、もう、もう これで俺がこれ以上またやらしてっつったらはあれするわ、もう親指の爪剥がすぞ、ここでみんなでバリンってで食う、それをパリパリ、うん、美味しいって、うん、その制約と制約を交わさせて、うん、その赤くなってるところをなんかあれするわ、こうやってそこになんかビールかけるわ、わピンク色の部分にシュワ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 って、まあ、そんなことはねやりませんから、うん、やりませんっていうか僕はもうこれで本当最後にしますからねえ、あのさ、いつだっけな、まあ、ちょっとだいぶ前なんだけど、二十歳か21ぐらいの時かな、酒飲み行った時にさ、こんなことがあったんですよ。どうしてもさ、若い時ってさ、ちょっと周りに迷惑かけちゃうような飲み方しちゃうのってあると思うんだけど、まあ、要はだからなんかさ、脱げよみたいなさ、そう、うわーって脱がされたりとかさ、すると思うんだけど、で、俺さ、一回さ、まあ、みんなが知らない友達なんだけど、なんかこう、おらーって、なんか脱がされて、で、それで、俺別に全然ね、脱ぐの OK な人の、うん、それで、はい、はい、やりよう、じゃあ今から真のこけらだよとかさ、ほーら、まだつぼみだよとかさ、ほーら、まだつぼみが、ほらーって、進化して、ほら、打つのになったよ、でも同じだよみたいなことをよくやるんだけど、まあまあ、さすがだな。なんだけど、で、まあ、ちょっとさすがに、まあ、切れることもできなかった、切れる、怒るね、暇すらなかったことがあって、何があったかっていうと、あのね、七味唐辛子を仮に塗られたんだよね。そう、まだつぼみの口に、ほら、火炎放射だとか言って、七味を塗られたのよ。うん、で、まあ、さすがに痛いだろうな、熱いだろうなっていうのは、俺は予測してたんだけど、あ、まあまあって、まあ、ただまあ、時間が解決するだろうと思ったんだけど、もうね、どんくらいだ？これ、マジガチなんだけど、多分やったことある人いるかな？ 3 時間かな？うん。3時間、痛みが引かなくて、で、しかも、もうなんか、友達と喋る余裕もないぐらいの痛みで、ずっとチンチンにお水を当ててないとダメでさ、チンチンにお水を当ててる時はちょっと楽になるの。だから俺は友達ん家の風呂場で水当てながら酒飲んでたわ、その時。マジやばい、うん、いや本当にやばい、マジで。それをなんか面白がっちゃったの。やられてる方の気持ちは分かんないじゃん、すごく辛いっていうのが。やってる方はなんだよこれ、超面白い、仮に七味唐辛子っつって、でそいつが別の男にタバスコ店でね、店で飲んでる時に店のタバスコを俺は脱げよっつってチンコにかけちゃったのよ。そしたらそいつは俺と同じような症状になるわけさ、多分タバスコの方がもっとやばいんじゃないかな。で3時間座敷で確か飲んでたって言ってて、座敷でもういても立ってもいれないから、居酒屋のトイレのあのさ、ホースつなげるあのタンクあんじゃん、ホースつなげるタンクのとこにチンコ露呈させて、ずっとそこで水流すことを余儀なくされたっていう形で。うん、唐辛子は無極性分子だから油で流さないと意味ない。あ、で油で流せばよかったんだな、うん、きっとおそらく。いやそうなんだよ、だから皆さんもね、若気の至りでどうしても何かやってしまうことあると思うんだけど、仮にね、チンチンの中身に唐辛子とかタバスコはやめてあげて、うん、そう、今はもう友達じゃないだろう。ああ、まああってはねえな、うん、あってはねえ。ただ酔っ払った勢いで連絡が来る友達だ、酔っ払った勢いで兄やってるっつって、うん、それを聞いて多分誰かがよっちゃんをイメージするかもしれないけど、よっちゃんではないよ、ちなみによっちゃんちゃんと友達だからさ、それは。